こんにちは。MMO 配信めぐみでございます。ラグナロクマスターズ3回目の動画になります。一応ね、今回ラグマスの動画は、この3回目で連載終了という形になります。今画面映ってるのは、クジラさんにギルドのメンバーで乗ろうというクエストが出たので、その動画なんですけれども、前回話してね、動画にできなかったんで、今回は映っちゃっていいですかっていうのを、聞いてから乗ったんですね。しかもこれ、うちのギルドって、夜9時に集まってクエスト消化するんですけど、その日は私できなくて深夜に誰かいないですかって言ったら連休だったから休日でいてくれたんですよ。でやってくれたというものでございます。です今回3回目ということで最後ということで、攻略の動画にしようと思います。まず画面見てください。私が始めたのは9月3日なんですね。で今これ撮影しているのは10月15日でございます。1ヶ月半ですね。1ヶ月半でレベルが93まで上がってます。で、93まで上がれば、もうギルドメンバーとどっかに行こうっていう時にレベル制限がかかっちゃっていけないっていうことがもうないんですね。だから、まあ、ボーダーは90なんですね。だから90を目指したんですけど、90から上がんないんだけど、とりあえず、あとレベル6でカンスト。1ヶ月半でお前これどうやってそこまで上げたんだっていうのを攻略として出していこうかなと思います。ただ、あくまで今回私、ウィザードでやったんで、ウィザード視点という形にはなってしまうんですけれども、まず、毎回動画で喋ってますけど、ここですね、ラグマスには戦闘時間の疲労度があります。これ、もともと300分なんですけど、300分を超えると、取得経験値とドロップ率が徐々に下がっていくんですよ。なので、ここをいかに上手に使うかっていうのがまずポイント。で、60分増やす方法は今私ここにいますよね。で、ここにミュージックボックスがあって、この音楽を60分聴くと60分、疲労度が伸びる。なので、まず私は1日の初めにここで60分が、端末放置して、360分に延長させてから、狩りに出て、いました。で、まず、これやることなんですけど、最初はもうとにかくクエストを消化しまくってください。もう無限にクエスト出てくるんで、サブクエも含めて、あと詩人関係、詩人の物語って言うんですけど、これがものすごいいっぱい最初の頃あるんで、このクエストをひたすらやっていくだけでもうどんどんレベル上がります。で、ある程度、上がってきたら、前回言った通り一撃で狩れる場所を探します。で、私の場合ウィザードだったので、無詠唱、詠唱なしですね。魔法を使うのに詠唱がもうほとんどないかゼロっていう状態でバン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 、要は1分間にどれくらい狩れるかの勝負、疲労度が1分間のうちに強い敵を1匹倒して経験値もらうより、1分間に敵をたくさん数倒した方が有利というか、効率はいいんですよ。なので、それをまずやっていました。で、私は、ひたすらクエストをまず消化した後、どこでレベルを上げたかっていうと、プロンテラ北ですね。ここで、詠唱ゼロにはなってなかったんですけど、このカマキリみたいのと、この蝶々みたいなやつ、ダスティネスとマンティスですね。この2つを、一撃狩りしてました。あ、狩れないか。一撃で狩れない。あ、この蝶の方は狩れますね。このカマキリみたいなのはちょっと狩れない。まあ、属性があるんで、その属性を見つけて、狩っていくのが一番いい。で、この今私、助っ人、お供を4人連れてるんで、まあわかんないけど、自分で一撃で倒せなくても、お供の攻撃込みで一発で倒せれば、非常に効率は高いと、私は思っております。だからまず、プロンテラ北に来ましたね。で、ここに、かなりこもってた。ずっとここにこもってましたね。で、その次に、私が行った場所は、前回話した通り、卵型のやつを倒すっていうところですね。卵を倒すのをやりましたね。ここもね、ものすごいこもりました。フェイヨン洞窟地下1階っていうところですね。ここに飛んで、ここね、側脇なんですよね、本当に。倒した瞬間ポップするからめちゃくちゃ効率いいんですよ。で、これ、このムナックさんとかとりあえず放置して、突き進んでいくと。これも前回の映像と全く同じものをお見せすることになっちゃうんですけれども、ここに卵が3匹いますよね。ここの2箇所が結構うまくて、じゃあここでエギラ、卵エギラって言うんですけど、これを
一撃狩りですね。もうこれでひたすら狩る。そうすると、1分間に狩れる数がものすごく高いので、経験値効率は多分こっちの方が圧倒的にいいと思います。で、ここで、80いくつまで上げました。だから、基本的には最初にクエスト消化して、プロンテラ北にこもって、そこからここの、フェイオン洞窟1階、ここにこもって、そこからはもうあとは、パーティーに入って、ソロ狩りをやめてパーティーに入って、パーティー狩りをしました。で、私ついに前回言っていたメテオストーム、念願のメテオを手に入れたぞということで、メテオすごいですよ、これ。いくよ。こうなんじゃん。そうすると、ちょっと映像するんだけど、こういっぱい降ってくるんですよ。これが強烈。いっぱい降ってくるから、まあ、どこ行ってたかっていうと、80からはパーティー狩りがおすすめですね。これをやらないと、ちょっと厳しくなってくる。で、あとは、これをやることによって、お金のドロップ率も相当上がってたので、いいですね。古城の、グラストヘイム地下水路。ここですね。これね、昔の RO の時代も、ここをこもってて、窓手って言ってたんですけど、今も皆さん窓手って言ってるみたいで、変わらない味を醸し出してるなと、思います。人いますね。これですね。この人もメテオで飼ってるんですよ。メテオ狩り。これがめちゃくちゃ効率的。この人多分強いからソロで やれちゃうんだけど、私はまだそこまで行けてなかったから、ここの、地下の、地下水路のパーティーに入って、飼ってましたね。本当にここ人気の狩り場。昔もそうだった。RO の時もそうだったと思うよ。だけど、まあ、とにかくめちゃくちゃ甘いんですよ。ちょっといないですね。例えばじゃあ、ここでメテオを、やると、どういうことが起きるかっていうと、これ全員フルパーティーで、敵がいっぱいいる状態でこうメテオを連発すると、いっぱい降ってくるし、いろんなところに敵が分散してるでしょ。例えばこのパーティー見ると、多分ここ全員、この5人、これですね、平手さん。違う、ごめんなさい、窓手さん。これですね、この手みたいなの。多分これ全員パーティー組んでると思うんですけど、結構分散してるので、ここでメテオを撃てると超便利。だからメテオ欲しかったんですよ。で、メテオなしでも入れてくれるパーティーがあるんですね。ロードオブバーミリオン。メテオまだ取れてないから、ロードオブバーミリオンでいいですかって言うと入れてくれるパーティーあるので、そこでやってました。で、それで93まで上がった感じですね。あとは、デイリークエスト。これは絶対必須なんですよ。デイリークエストは、基本的にいくつなんだ？ちょっとこれ、今受けてるんですけど、一番上のモンスター撃退10倍、10倍のモンスター経験値を獲得っていうのが出てると思いますが、これ、この人から受けてるんですね。もう今日一回受けちゃってるんで、クエストマーク出てないですけど、一匹倒すと10倍の経験値は手に入る。これ1日2回受けられます。だからこれをまず絶対受ける。速攻受けて、まず2回消化します。で、掲示板ですね、次。クエスト掲示板。ここで、依頼掲示板か。依頼を受けるんですね。で、これは、私は、ギルドのメンバーと一緒にやってます。なぜかというと、そうすると、ちょっと報酬が上手くなる。追加報酬が出るので、やってるんですけど、例えば今でやると、依頼を受けるってやると、めんどくさいですよね、結構。これだったら、クリスタル、ボーンでボーンスープを作ったらどんな味になるのか知りたい。クリスタルボーン8個用意してくれっていうのは結構めんどくさいので、これ全部、クイッククリアできちゃうんですね。1日3回まで受けられるんですけど、クイッククリアができます。なので、これあっという間に終わらせられます。で、もう1個ですね。これ次元の亀裂、次元の、修復。これを、やります。で、これパーティー組まなきゃいけないんで、とりあえずパーティー、自分だけでいいんで、組んじゃいます。そうすると、一回クリアしたところであれば、こうやって依頼を受けられる。例えばここ受けるよね。そうすると、クエストを受けて、そこの町に、町じゃない、クエストの場所に行って、本来なら、次元をクリアしていかなきゃいけないんですけど、このゲーム、おにぎりがある。ちなみにさっき、クエスト
あの依頼掲示板を即クイッククリアしたのもおにぎりの効果なんですけど、このおにぎりを使うと、この湿布、傭兵湿布委託便、これですね。これで、さっきの、掲示板のやつは、クリアできます。で、あとはモンスター訓練場、これもですね、デイリーなんですけど、ちょっと待って、ね、こっち先説明しようか。ここに訓練場があるんですけど、これ入ってやるのめんどくさいというか大変なので、これを使ってしまうと、即クリアができます。で、これシルバーバッジが入るんで、本当にシルバーバッジめちゃくちゃ、重要なので、なんか私、靴外れてね。はい。で、これをやります。で、次元なんですけど、次元の亀裂、とりあえずみんなで行く場合はいいんですけど、ちょっと今日みんなで揃えられなかったっていう場合、一人で行く場合、ここの依頼ですね、執事のところから依頼で次元の、時空の亀裂、これをクイッククリアします。どこでもいいですけど、これを、こうすると、5回連続で一気にクリアになります。なので、この、デイリー毎日って出てると思うんですけど、まあ、ペット冒険とかいろいろあるけど、この辺は、やらなくてもそこまで、影響はない。絶対レベル的にやんなきゃいけないのは、この掲示板と、10倍経験値と、次元と、この訓練場。だってこれ今一瞬で終わったでしょ？おにぎり使うと一瞬で終わるので、これを絶対毎日欠かさずやります。で、おにぎりそんなにないよっていうこともあると思います。最初ね、私もおにぎりなかったんですけど、実はおにぎりって変換できるんですよ。この執事バッジ。これがさっきのデイリークエストでもらえるんですけど、これおにぎり50で、交換できる。50で50個交換できるんですね。今、おにぎり981じゃん。これ1個交換すると50個手に入る。1031になったじゃん。ただ基本的におにぎりが切れるっていう状況は、このゲームでは、毎日やってればありえないです。おにぎり切れることも関係、ほんとないんじゃないかなと思います。なので、クイッククリアでおにぎり足んなくなっちゃうとかっていう心配をする必要は全くないですね。で、基本的にはそれだけかな、やったのって。それで93になったよ。なったよ。追いついたよ、みんなに。で、あとは装備は、装備はこういう感じで、これね、マジックアイズ、これ買うの大変だった。1週間ぐらいかかった。買えないんですよ。マジックアイズ1個の出品に対して、購入希望者が70人とか出ちゃって、抽選になるんですよ。だから、もう1週間ぐらいかかって、やっとちょっと私、抽選に当たって1個買えたんですね。あとは片目メガネ。で、一応この、ウィズの、最終装備的なものには、ほぼ近づいてますね。あと足んないのは、怒った口ってやつですね。怒った口。今誰も出品してないので、買えない。なかなか出品がないですね。レシピは出てるんですけど、13M で。だけど、13M でレシピ買うより現物買った方がいいんで、これを狙ってるんですけど、出品してる人がいない。出品されていても取り合いになりがちなので、非常にここがきついところで、まだ私はそこを取れていない。なので、装備は、一応、揃ってるんですけど、装備のレベルが低いっていうので、圧倒的に他の人よりは弱いですね。弱いです。で、最終的にはメテオを無影響、今影響速度、こんぐらいですよね。これを無影響でいけるっていうのが理想らしいんですよ。それには、さっきの怒った口を手に入れると、炎症速度が 5% か 10% か上がるんですよ。それがすごく重要。で、さらに、その状態で上げてからデックス値がいくつっつったかな、ギルドメンバー教えてくれたんだけど、150ぐらいまで上げると、無炎症でメテオが打てるらしいです。だからまだ足んないんですよね。で、これもどうやって上げていくかっていうと、まあ MMO らしく、ちま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 と上げていくっていう感じですね。例えば、帽子なんかを作ると、この手帳に預けると、魔法攻撃プラス 4.5 とかつくんで、これどうやってやるかっていうと、装備作ってここに登録するんですよ。だから別に装備を被るっていうか、装備を装備するわけではなくて、ここの手帳に登録していく。で、徐々に蓄積して上げていく。っていうのが、MMO なので、本当にあとはもうコツコツとやるしかない。で、食べ物も、
重要で、食べ物の熟練度、制作の熟練度と食べる熟練度があって、これを上げるとアンロックされる熟練度アンロックで魔法攻撃が上がったりするので、あとは本当にこれをコツコツやって、魔法攻撃を上げていくっていう形になるみたいです。みたいというかそうなるんです。でさっき言ってた一撃狩りだったり1分間でどれだけ敵を倒せるかっていうのをやると、圧倒的にウィズは MP 切れ起こします。 MP あっという間になくなります。それをどうカバーするかっていう方法があるんで、それを今やりますけど、あとこれですね、ペットイシスっていうんですけど、これを見つけたら即ゲットしてください。こいつ何がいいかって、これですね、栄養時間短縮が入るんですよ。 4.5、 まあレベル10だと5% 短縮になるんで、スキルリセットを連発して10を目指せばいいんだけど、才能の実をいっぱい手に入れてからやろうかなと。今とりあえず 9にはなってるんで、10にしてっていうので、別にペットのレベルを上げたからって上がるものではないので、イシスを絶対もう即仲間にする。あとはもう一個仲間にした方が絶対いいやつがいますね。ここのやつなんですけど、このムダック、これですね、アルバイトのスキルを持っていて、道具屋2、レベル2のものを持っている。で、ペットアルバイトの道具効率が 30% アップ。これは、好感度今レベル10マックスになってるんで、ここまで伸びてるんですね。アルバイトに即飛ばします。これ戦闘に欲しいわけじゃなくて、アルバイトに欲しいんです。バイトシャトルの道具屋。ここにすっ飛ばしてください。とりあえず今ムダックにポーション使いまくったんで、この画面で出ちゃってますけど、ここに、飛ばします。道具屋、この道具屋がめちゃくちゃうまいので、まあ、あとはお好みによってどこか好きなところに、バイトを飛ばせばいいんですけど、とにかくムダックを道具屋に飛ばすっていうのはいかに重要かっていうと、この経験値ポーションと、ジョブ経験値ポーションっていうのが拾ってきてくれるんですよ。だから経験値のレベルが上がりやすくなる。だから即レベルを上げたいんであれば、とにかくムダックをとにかく手に入れて、バイトシャトルで飛ばして、ポーション早く拾ってこいっていうのをやります。はい、とりあえずペットの説明それですね。で、話を戻すと、ウィズって MP が切れるんですよ。メテオストロムみたいな範囲狩り、パーティー狩りだったらいいんですけど、ソロで一撃狩りしてると本当にあっという間に MP 切れます。その対策方法は食べ物を食べるっていうことですね。私がやったのはおすすめなんです。これ多分一番いいんじゃないかなと思いますけど、ポリンリンゴ、これ100ゼニーで買います。これを、999個買います。買っちゃいます。それで990個買ったら、これをね、加工というかお料理します。これね、初心者のフルーツ盛り、これを作るんですよ。999個、これさっきのリンゴ1個で作れるんで、これを990個作ります。そうすると当然ながらこの食図、フルーツ盛りが999個できますよね。できたらこれ即999個を全部食べます。ラグマスのシステムを説明しなきゃいけないんですけど、この HP 料理自動回復と、SP 料理自動回復っていうのが今チェック入ってると思うんですけど、SP の話、SP が 30% 未満の場合、料理の効果で回復するっていう説明があります。で、今、419K 分回復するんですね。これ私が蓄積されたものなんですけど、これが基本0とかだと、一撃狩りしてるのに MP が足んなくて、 MP 切れ起こすと MP 回復するの待たなきゃいけないじゃん。だからここを、30% 切ったら回復するようにしなきゃいけない。で、食べ物、今作った食べ物ありますよね。これフルーツ盛りを999個作って、999個食べます。一気食いします一気食いします。そうすると今 569K に上がりましたよね。この999個食べれば360分は余裕で持つんじゃないかな、持ってたはず。なので、私まとめると、まず、ここのレベルに来るまで、最初はひたすらクエスト大量にあるから、でクエストやりまくります。で、次のレベル上げポイントはプロンテラ北で、
飛んでる鳥みたいなやつ、鳥みたいな鳥じゃないや、蝶々みたいなやつ、あれを狩る、高速狩りする。で、そこが終わったら、さっきの、フェイヨン行って、卵を狩る。で、それが終わったらパーティー狩りっていうのが私の挙げた方法ですね。で、一撃狩りの時は、この食べ物を毎日、999個作って999個を食べてました。ただそれだけですね。はい。それで上がりましたよ。93まで1ヶ月半で。上がりましたよ。で、あとさっき言ったようにポイントとしては、ペットが重要で、絶対必要なのはムナック。このアルバイトスキルが重要なので、こいつをまず手に入れる。そしたら、炎症速度上がるイシス。この二つ、ぶっちゃけ他のものは後でいいです。で、金策は最初はそこまで意識してなかったですね、私。ドロップしたものをひたすら売りまくってました。それだけです。で、パーティー狩りで、近水路にこもれるようになったら、1日1から2 M 稼げるようになる。運良ければ3 M。カードのドロップによるんですけど、だから装備をね、それを始めたのは、パーティー状態になってからですね。パーティー前は基本的には、最初に、手に入れた、こういうセイントブーツとか、ホーリーセイントマントとか、こういうやつですね。最初にね、ガチャから出せるんですけど、これをずっと装備してた。で、水路こもるようになってから、こういう装備を揃えたんで、うん。これで1ヶ月半で上がりましたよ。はい。そんなわけで、ラグナロクマスターズ、ラグマス、3回の連載でした。見ていただいてありがとうございます。3回全部見てくれた方はね、本当ありがとうございます。ぜひね、やってみて、楽しんでみてほしいんですね。MMORPG といっても、だいぶ、可愛い系によってて緩やかで、まあもちろんガチってればガチでいけるんだけど、無影響とかね、メテオ無影響とか、あそこの地下水路を一撃狩りする人もいるんで、ガチればガチれるんだけど、まあ、基本ベースに届くのは、いけるんですよ。割と短期間で。そっから、ガチになっていくんで、みんなと、MMORPG ってやっぱ後から始める人心配するのって、先行組に追いつけなくて全然楽しめないじゃんってところだと思うんですけど、ラグマスはまず先行組にそこは追いつけます。ただ、そっからがガチっていう感じだから、始めやすい RPG だと思います。MMORPG だと思います。そんなわけで、ラグマス3回の連載でした。本当見ていただいてありがとうございます。いつものように概要欄に、ダウンロード先など貼っておきますので、ぜひ遊んでみてください。あ、面白いです。私は、昔やってた思い出補正というより、まあ、今、この可愛らしい世界と、スマホ最適化っていうところで放置とかができるので、非常に楽しんで遊びましたね。この1ヶ月間3回の連載中、本当に楽しかった。ということで、ラグマスの紹介でした。概要欄見てダウンロードしてね。ということで、ありがとうございました。また機会があればお会いしましょう。バイバイ。